イブドラシルはあなたたち人間がどんな戦いをするのか見せてもらうわよ。私もこの機会を楽しみにしていた。君たちの成長の一助にもなれるといいのだな。彼らの力を侮れば痛い目に遭うぞ、ペルセウス。まずは先人の務めをしっかりと果たそう。言っておくけど本陣が落ちてもダメよ。守り抜いてみせなさい。やはりお前たちは強くなった。それでこそ英雄たるにふさわしい。私との戦いが君たちの成長の糧になったのだ。嬉しいよ。見事だ。人間の強さしかと見せてもらった。冥府から舞い戻ってきたぜ。まずは土産を受け取ってもらおうか。負けられぬ。ちょっと派です。あんたよく出てこられたわね。満足だ。久々にたぎったぞ。それでいい。さすがは人の子たちだ。死ぬ気でかかってこい。何、本当に死んだとしても冥府で歓迎してやるさ。さすがにやるな。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。私も参戦しよう。世界の危機を救った人間の力、もう一度確かめたいと思っていたんだ。おう、神による試練か。改めて人間の力を見てみる。さすがです。あなたならばと思っておりました。君たちと戦うのは久しぶりだな。さあ、本気を見せてくれ。あの頃よりも格段に強くなっている。君たち人間はすごいな。今こそ攻め立ててやろう。さすがです。あなたならばと思っておりました。存分に試させてもらう。今のお前たちの力をなかなか面白いものが見られる。私は命をつなぐ旅に戻るとしよう。さあ、これで本当に最後よ。あなたたち人間の力を私に見せてちょうだい。なき幸い見させていただいた。わしもここからは本気で行くぞ。ハデス、共に進もうではないか。いいだろう。俺たち兄弟の力、思い知らせてやろうぜ。力を分けてやろう。見事だ。その力で光ある未来を築くがいい。オメオ神アポロンの力を借りる者。やはりあなたたちは強い。本当に素晴らしい戦いぶりだったわ。神の力にも屈さぬ仲間の絆か。やはりお前たち人間はすごい力を持っているな。じゃ、俺は冥府に帰るとするか。あっちで待ってるぜ。なるべくゆっくり来いよな。みんな本当に強くなったわね。あなたたちこそ真の英雄よ。久しぶりにうまく進む。やってね。